はい、まあもうこういう時期ですね、年末ですね、こんばんは、テルクです。いつもお世話になっております。今日もビールを紹介したいと思います。今日紹介するのはスーパーサンライズ THSSR のサンライズエディション2023年、金が新年ということで、まだ全然今日は12月の14、15なので、もしかしたら今お正月の真っ只中で飲んでくださってるのかもしれないですけど、ちょっと一足先に飲ませていただいて、コメントをしたいと思います。よろしくお願いします。うさぎ年ですね。今回もちょっとラベルの色を調整してうさぎ年のマークを入れて、おー、で、いつぶりだったかな、結構割と最近作ってない気がしますけど、スーパーサンライズの、ここでもうやばいね、こうカメラって伝わらないですけど、またこの見た目が、うぅ、めっちゃいいよ。香りきます。うぅ、こんなにダンク、めっちゃダンキーですよ。もう好きじゃないかもしれないっていうぐらいダンクですね。最高ですよ。ってことはもう本当にいいホップ使ってるってことなので、いやー臭いですね。いい意味でやばいな。オレンジ柑橘はもちろんあるんですけど、ダンクさが圧倒ですね。圧倒してますね。では味見します。わあ、柑橘がすごいですね。それに味が何っていうよりかはもちろんダンキーなんですけど、マウスフィールがすごくいいです。なんか最近こういう手の、トリプルドライホップの、ヘイジー飲んでないかと思いきや、ついこの前アメリカに帰っていろいろ飲ませてもらったんですけど、こんなんだっけ、これはめちゃくちゃいいですね。まあグレープフルーツですね、パインも感じますし、まあフレッシュすぎて若干もうホップ焼け的なところもあるんですけど、まあこれはきっと、1週間後には、落ち着いて、もっとまろやかになってる角が取れると思います。いいね。何のホップ使ってんだっけ、ちょっと見てみます。ちょっと待ってください。アイダホーセブンとシトラとアイダホーセブンとアイダホーセブンとシトラめっちゃ使ってるじゃないですか。ふう、めっちゃ入ってます。クライオとそうじゃないのが混ざってるんで、クライオオンリーのバージョンではないですけど、いやー、しかも使ってるキロ数がやばいですね。いや、これは、これが何、3回目ですね。毎回、自分がこの缶を持って持ち森の海岸に行って、1年目は雨、2年目はまあ良かったんですけど結構曇ってて、今年はどうかな、楽しみですけども、ぜひ皆さんも、数本買っていただいて先に、飲んでいただいてもいいんですけど、1本だけは取っといて、初日の出飲みながら、見ていただければと思います。 THSSR の2022年金河新年サンライズエディション、ぜひよろしくお願いします。おめでとうございます。